里崎チャンネル。じゃ、こんにちは。さあ、ということで今日はですね、はい、やばいよソフトバンク連覇ピーチです。なんかもうやっぱ強いなって感じありますけどね。まあ強いですね、うん、はい、ちょっとまあ千賀がね、ちょっと足やったりとか、いろいろね、そうちょっと怪我人もいたりとか、はい、でまあ外国人選手の来日が遅れてて、まあもう来日してるんで、はい、あとはねいつ合流するかっていうところで、今は2位ですね。8勝5敗1ゲーム差、はい、楽天と、はい、チーム打率2割4分9厘1位、はい、チーム防御率3.18 は2位です、はい、なのに、はい、ソフトバンク連敗ピーチです。なんでですか。だってこの後外国人選手もまあ合流するわけですよね、さらに、まあ、そうなんですけど、はい、今の現状で2位だと大ピンチです、はい、週にいないともうダメだと。1位でピンチ。1位でピンチ。じゃあずっとピンチになりますか。どういうことですか。いや今年はちょっと連覇まずいんじゃないのかなっていう、ここに来て、はい、はい、それなんでかっていうとですね、東京オリンピックの最終予選が6月に開催されるっていうのが決まって、まあ東京オリンピックは6チーム出場できるんですけども、今開催国の日本で、韓国、メキシコ、イスラエルの4チームが出場権を獲得してるんですよ。であとだから2チーム出れるんですけど、まずはアメリカ大陸予選があってプラス最終予選があるんですけど、このアメリカ大陸予選は6月上旬にアメリカフロリダ州で開催、うんうん、アメリカやキューバなど8チームが争い、1位だけが出場権取れるんですよ。キューバ、グラシアル、はい、デスパイネ、うん、モイネロいなくなります。予選行っちゃうってことですか。はい、あでしかもですよ、はい、もし2週間隔離がいるとしたら、はい、その前から行かなきゃいけないですね、うん、ひょっとしたらよ、もう5月の、はい、中旬とかからいなくなる可能性ある。いなくなって2ヶ月隔離して予選行って、で帰ってきたらまた 2週間隔離、2ヶ月いないみたいな、下手したらね、はい、でしかもでこのね、うん、最終予選に、はい、で2位と3位にアメリカ大陸予選で2位と3位になったチームは、はい、最終予選台湾、オーストラリア、中国、オランダ、うん、プラスアメリカ大陸予選の2位と3位の6チームで最後の1枠を、うん、6月16日から20日までの台湾、台中で開催されるんですよ。そこまで行ったら、だからよ、うん、下手したら2ヶ月半いません、はい、ここ最後までもし行ったら、はい、だから6月もし上旬頭だったとしたら2週間隔離もいるから、はい、下手したらよ、うん、1ヶ月前から行く可能性あるじゃん。そうですね。そしたらもう、うん、ゴールデンウィーク明け過ぎぐらい、5月の中旬ぐらいからはもういないのね、はいはい、で、うん、最大20日までだから、はい、帰ってきて、うん、隔離がもし仮によ、はい、今のままだとよ、うん、2週間あったとしたら、はい、でちょろっとだから7月10日ぐらいまでいないのよ。だから要は2ヶ月、もう前半ほぼいないじゃないですか。もうそうそう、おがグラシアル、デスパイネ、モイネロいないんですよ。めっちゃもう超主力が3人抜けると。そうだよ。しかもだってモイネロが今帰ってきて8回いることにどれだけ、うん、中継ぎ陣の層が厚くなったか、はい、でグラシアル打つし、うん、デスパイネも昨日いいところで、うん、先制のツーベース、うん、これが全員2ヶ月いません、うん、いない、大ピンチ。そうですね、うん、あれ嬉しそうやな。そんなことないですよ。嬉しそうやな。いや、ただですよ、ソフトバンクだけじゃなくて他のチームの外国人どうなんですか。考えだから選ばれてればね、あ、代表になりうる選手がいるかどうかっていうところに関わってくるんですね。そう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 、選ばれてれば、で仮にこのね、はい、オランダ代表に、うん、もしでもあのオリンピックは国籍だから、はい、WBC は、はい、そのルーツがあれば出れるのね、はい、だから、国籍がアメリカでもイスラエルにルーツがあれば出れるし、オランダでもルーツがあれば出れるし、はい、イタリアでもルーツがあれば、うん、だから WBC っていうのは国籍じゃないのね。あ、そうなんだ。ルーツがあれば日本国籍でも出れるわけ、うん、でもオリンピックは国籍だから、はい、今の国籍のところでしか出れないじゃん、ね、ああそうですね、うん、だから国籍がどこかにもよるんだけど、はいはい、あとはキューバは亡命組はナショナルチームの代表に出れないから、はい、亡命してない、うん、キューバ人は行く可能性あるよね。あ、そうなんですね。そう、
だそういったところでもだから他の国もひょっとしたらじゃベネズエラだったり、はい、ドミニカだったりメジャーリーガーが出ないから、うん、日本人の選手も呼ばれる可能性は大にあるわけよ、はい、だそういったところで戦力がね、はい、外国人選手に頼りすぎてるチームはやばいよね。あと数が多い、うん、1人とかだとまだどうにかなるじゃん、はい、3人よ。しかも主力よ。しかももういる選手が抜けるっていうところが、うんうん、でもどうですか入るその埋める人っていうのはじゃあ誰になってくるんですかね。ソフトバンクはバレンティン、バレンティンが埋められる。あそこ来日ね。でもしかもバレンティンはね、うん、外国人枠じゃないから、はい、そういった意味でもだから バレンティンは国籍オランダだから、あだからあの最終予選行く可能性あります。そうですねバレンティンもいなくなっちゃうかもしれないね。台湾で行われる最終予選に、はい、だもしそこもね2週間の隔離とかあったら、うん、だから前後2週間だから、だから1ヶ月隔離よ。はい、そうですね、うん、で予選期間が予選期間中だから、だからバレンティンでも1ヶ月半いなくなりますかもしれないですね。だから6月頭からいなくなります。ソフトバンク外国人選手いなくなるじゃないですか。うん、だからやばいのよ。そうですね、うん、そう考えると、ただ日本人選手の層も厚いだろうなっていうイメージはありますけどね。でもよ、うん、怪我人が多いから、まあだ結局そのソフトバンクっていうのは層の厚さで怪我人がボンボン出るのが当たり前で、出るけども層で埋めていくじゃん、うん、でも根本いなくなると、はい、だってしかも主力どころよ、はい、バレンティン、モイネロ、デスパイネ、グラシアル、はい、それはもうきついよそうですね、うん、楽天から、だって楽天だったらよ、はい、浅村、うん、松井裕樹、まあ、辰巳、茂木、うん、がいなくなるとしよう、しんどいですねそれだいぶしんどいですね。だからよ、うん、この序盤に貯金を5、6つけて1位にいたかったわけよ、はい、それが1ゲーム差の2位じゃん、はい、ちょっと大ピンチだよね。そうですね、今首位にいる楽天はもうほぼ和製ですからね今。そうそうそう、うん、でもこれはね、はい、あの佐々木の、 あの新外国人来日で来たけども和製でも入ってくるじゃん、はいはい、バランス崩れるパターンあるからねそこでどうなるかなんですよね本当に。そうそうそう、7番8番でいく、うん、ニクソン・カスティーヨ、はい、でちょっとモキが怪我勝ち、はい、うんうん、今そうですね、だからそこもね、うん、あるけどもバランス崩すっていうのもある、ね、ありますからね、分かんないですよね、うん、どう出るか、うん、これはね、うん、今年のシーズンがどうなるか一気に分かんなくなる。そうですね、うん、ソフトバンク1位予想をしてた皆さんはそうなのよ、そこを考えてなかったかもしれない。いやそこを考えても総括以外いけるっしょっていう、でもそうそう、はい、ちょっと戦果とか2ヶ月3ヶ月いなくなるって想定外じゃんね。そうですねさすがに、さすがにそこまでは考えてないですもんね。うん、だからどうなるかっていうね、だから、まあうん、まあこんなこと考えちゃダメだよ、はい、ソフトバンクの人たちはファンの人たちは、うん、アメリカ大陸予選で、はい、もう1位か4位以下になってくれって思ってるでしょそうですね、そしたら短くなる、うん、最終予選行かなくていいから、はい、多少短くなるじゃん、負ければすぐ帰ってくる。そうそう、4位以下だと最終予選いけないから、うん、で1位だと最終予選する必要ないし、はい、2位か3位になってくれって思ってるかも分かんないけど、うん、そうですね、でも最近のキューバは弱いんだよ、はい、昔に比べると。じゃあもうすぐ負けて帰ってきちゃう可能性もあるのよ、うん、でも、うん、メジャーリーガーが出ないから、はい、そこら辺どうなるのかっていうところもあるのよ。そうですね、やっぱね北京以降からもう亡命選手が多発して、うん、で600人ぐらいもう亡命してるらしいのよ、うん、はい、選手。へえ、やばいでしょ。すごいですね。だって600人って言ったら、はい、日本で言うとよ、うん、プロ野球選手ほぼいないのと一緒まあ主力どころがもう全員いないの。へえ、だから昔のもう赤い稲妻って言われてた、はい、あの時のキューバよりはやっぱりちょっと弱くなってるのね、亡命しすぎて。意外と早く帰ってくる可能性はまあ大いにあると。あるけども最終予選に行く可能性も他のチームもねの兼ね合いであるっていうところでピンチでしょ。これあれですね、喜ぶ人とうわーってなる人との差がすごいありますね、うん、だからそこをね、うん、日本人が埋めれるかだよね。そうです。ただその埋めるその控えの若手っていうのは喜んでるんじゃないですか。喜んでるけどチームは喜んでないじゃん、はい、どうしよう、はい、大丈夫かなっていう。だからその、ね、うん、穴埋めにリチャードとかあれ、うん、出てきてくれたらいいしね、うん、新たなスターが誕生する可能性もある、うん、あの今の西武みたいにね、はい、怪我人続出で、うん、アイドとかウーネンディンとかね、はい、そういった若手が出てくるっていうチャンスもあるけども、うん、でも普通に考えたらよ、うん、もう大ピンチよ。そう
そりゃそうですね。だから見てる方が楽しいね、うん、どうなるのか。逆に言うと今ソフトバンクがもっと上に上げとかないと、はい、いなくなるまでに、うん、ちょっとアドバンテージ欲しいし、はい、逆に他のチームは今叩いとけば、うん、そこから一気に落ちる可能性あるから、はい、そういった意味でも、うん、ちょっと今年はどうなるか。ですね、あとはあの自分たちの外国人選手がいなくなるかどうかも確認する必要。確かに。ソフトバンクでいなくなるの？よっしゃーっつって自分たちもいなくなる。勝てないですからね。そこも考えないといけないですね。うん、そうですね。うん、だからそう考えるとちょっとね、はい、ちょっと連覇大ピンチよ。ですね。大ピンチ。うん、なんか今年今みんな、まあ、どうせソフトバンクでしょ、うんうんうん、と思ってましたけど、うん、ちょっと。変わってきそうですね。その隔離があるからね、うん、隔離がなかったらまだ早いんだけど、うん、あ、そうですね、やっぱ1ヶ月隔離だから前後2週間ずつ、ここが大きいよね、はい、いやめっちゃ嬉しそうやな。いやそんなことないですよ。いや、ね、ニコニコが止まらんやん。いや全然全然、いや大変ですよね。まあそうですね。だからまあもうちょっとね、そのグラシアルたちがいなくなるまでにソフトバンクが貯金を作れるかどうかポイントでね、はい、チェックしながら見るとね、はい、面白いかも分かんないんで、はい、まあね、この、まあ、赤い稲妻なんでね、うん、まあそのオリンピックに出てね、はい、またそれで日の丸とねキューバで戦うっていうところも見たいんでね、うん、まあ、一番いいのはもう行くのは仕方ないんでね、はい、アメリカ大陸予選で1位になってね、はい、早めに帰ってくる、うん、オリンピックにも出るっていうね、うん、キューバ代表みたいですけどね。そうですね、まあ、他のチームもそれで喜んでないで、もう本当に強いソフトバンクを倒して優勝したいって思いはねありますよね。そんな笑顔で言われても全く響かへんねん。いやいやいや、そんなもう笑顔がはち切れんばかりの。いやいや、ね、デスパーリット大好きですから私。見てる皆さんはねどう思ってるんですかね。